今日は渋子ちゃん、渋野ひな子選手を本放送の方でたくさん映してくれましたけれどもね。しかもラウンドレポーター片平美月さんです。はい、ゴルフの楽しさを伝えるゴルフエヴァンジェリストのりょうです。アメリカ女子ツアーの第32戦になります。アニカドリブンバイ・ゲインブリッジ・アット・ペリカン初日の結果をお伝えしたいと思います。結果というか速報ですね。 これから会社に行かなきゃいけないので、急いで行きたいと思います。音がね、ゴーゴーとワウワウの音声でも入ってくるぐらいの強い風の中やっておりました。先週のロッテでもね、ハワイで強い風の中やってましたけど、こっちの方が難しいんじゃないかっていう選手の声もあるぐらい、結構難しいコースになっています。パー70です。まず、西村ゆなちゃんから言ってみたいと思います。しょっぱな 一番でね、ビタッとついていいスタートを切ったんですけども、その後なかなかいいショットが出ずに、2、3メートルぐらいのパーパットを決めまくってね、なんとか耐えてたんですけども、後半だんだん風が強くなってきて、これが耐えきれずにっていう感じのゴルフでした。今日は2バーディー、3ボギー、1ダブルボギーがあって、73の3オーバーということでした。ちょっとスタッツ見ればわかると思うんですけどもね、パーオン率。 これが全てを物語っているんじゃないかなと。ショットメーカーの西村ゆなちゃんが、このパーオン率では戦えません。やっぱりね、飛距離が出ない分、やっぱりショットがね、つかないと、で、ショットを磨いてきたわけですから、このショットが悪くなってしまうとどうにもならんという感じですよね。本人もインタビューでショットがひどかったって言ってましたね。もうこの場面でね、 やっぱりいい成績を残して来週のツアー選手権最終戦優勝賞金が6億円のこの大会に最終戦に出たいと。これにはポイントのランキング上位60位に入らなきゃいけない。で、今69位なんで上位争いをしないと60位まで入れないので、ここの場面で絶対に優勝争いするぐらいのっていう感じで臨んだと思うんですけどね。これ この大事な局面でと、いいショットが打てなかったと、悔しいですと言っていましたね。相当悔しそうな、まあ、口調は柔らかですけどね、相当悔しかったんじゃないかなと思いますけどね。でも、残り3日間、まず予選通過して、ね、明日予選通過して、それであと2日間、決勝ラウンドでもう追い上げていってほしいかなと思いますね。まあ、ショットの調整をすれば、なんとかゆなちゃんであれば、やってくれると思います。 で、ジャンボ軍団の二人行きましょう。まず、佐藤優香ちゃんからですね。まあ、映る時間はあんまりなかったですけども、それでも、あの、いいパーパッド、長いパッドを決めるところとか、まあ、ちょこちょことこう、映してくれる場面もありました。しょっぱなから三連続バーディーで、で、七番でも取ってね、こりゃ優勝争い来るなと思ったんですけど、その後がなかなか取れずでね、今日は、 5バーディー3ボギー、1ダブルボギーがあっての70と、イーブンパーでした。まあ、あ70なのでね、あの、パー70ですから。あの、そうゆかちゃんが得意とするパー5でね、やっぱりね、取りたいんですけども、今日2つあるパー5取りましたけどね、パー5が、普通だったらパー72でね、パー54つあるんですけど、 ないので、二つしかないのでね。ここはね、やっぱり飛距離の出る有利を、あの、生かしきれてないかな、ということなんですよね。で、スタッツ見てください。はい。やはり、あの、フェアウェイキープがあまりできなかったとしても、パンオニ率を上げていくっていうタイプの佐藤ゆかちゃんが、このパンオニ率です。50%です。これでは、ちょっと、あの、スコア作れないかな、という感じのところはありますね。でも、なんとかパッドで対処のんだっていうのが、 なんとなくわかると思うんですよね。パッドでか、アプローチでビタッと寄せて、あの、ワンパッドでいったかっていうのはね、映像が出てないのでちょっとわからないですけどね。これは、なんとか、あの、挽回していってほしいかなと。日本勢全員ね、予選通過していってほしいかなと思います。そして、あいみょん好きの最後おまおちゃんいきましょう。<laughs> はい。最後おまおちゃんもあまり映る時間が少なかったですけども、 今日は5バーディー、3ボギー、1ダブルボギーと。あれ笹生ゆかちゃんと同じじゃねと <laughs> いう感じですけどね。はい。まあ、サグンアちゃんもね、まあ、スタッツ見てください。はい。数値的にはそうでもないんですよね。フェアウェイキープ率がいつもより低いかなっていうぐらいで。あんまりこう、パウン率が極端に悪いとか、そんな感じではないんですけども、乗ったところがちょっと悪かったりすると、 まあなかなか作れないよね、スコアはねっていう感じなんですけど、でもバーディーは取れてるからね、佐々ゆ優かちゃんも。はい。なので、こういうバーディーが取れるところで、まあダボーはすぐ来てしまうっていう危険なホールとかも準備されているので、そういったところがやっぱり難しいところなんじゃないかなと思うんで、ここはしっかりクリアしていけば、最後まおちゃんもしっかり予選通過すれば、以前ね、 予選通過ギリギリのところから優勝争いまで行きましたからね。3日目でビッグスコア出してね。そういったのもあるので、なんとか予選通過はしてほしいかなと思います。はい。そして、お待ちかね、しぶこちゃんです。しぶこちゃんの方は、まあ、本放送ではね、やはり思った通り、ネリー・コルダ中心でしたね。ネリー・コルダ、リリア・ブー、パティ・タワタナキット中心にお送りしてました。 でも、しぶこちゃんもしっかり映してくれましたよ。まあ、朝早いスタートだったね。まあ、トップスタートって7時から出てきましたから。まあ、前半のスコアがいいところとかは、あの、ね、バウンスバックしたところはね、あんまり映れ、映れてなかったんですけども、ちょっと後半で苦しんだところっていうのも映らず、でも14番あたりからね、あのー、映ってくるような、あの、見せ方、 ではないかなと思った通りになりましたよね。14番でね、あの短いパット外してバーディーならずだったんですけども、15番のパー3でね、いいショットを見せてバーディーを取って。で、圧巻は17番ですね。パー5。パー,パー4か。これのショットがビタッとついたんですよ。ベータピンショットでした。 いや、もうタップインの距離だったので、グリーンに上がってきて、先に、お先にっていう、そんなバーディーでしたね。これは、素晴らしかったです。もう夜中ですけどもね。はい、喜びましたね。で、最後が難しいんですよ。この18番がすごく難しいホールになっています。みんなボギー打ってます。バーディー取る人は、かなりいいショットしないとバーディー取れないというような難しいホールになっています。ここのパー4。これがね、 グリーン右手前に池が効いているホールなんですよ。で、今日の,あのピンの位置が右サイドです。もう池のすぐ先にピンが切ってやるという難しいシチュエーションになっていました。みんなボギー打ってます、ここ。でも、ショットが今日素晴らしくて、まあ、自信満々でね、あの攻めていった人がバーディー取れるというぐらいで、みんな苦労してるホールです。で、しぶこちゃんどうしたかっていうと、 少し池を避けましたね。やっぱり。で、まあ右の方にピンが切ってあるんですけど、左に逃げて、で、グリーンからこぼれてしまいました。で、あのー、下り傾斜になってるので、多分、あのー、グリーン乗せても、まあ、全部こぼれるような感じに全部なってる感じですよね。だから、どうしてもね、あのー、 なんかお皿がひっくり返ったような感じで全部こぼれてしまうと。で、こここ,こ,こぼしたんですよ。左にこぼしたんですよね。で、アプローチですよ。かなり逆目になってます。で、グリーン乗ってからピンまでずっと下ってるんですよ。難しい三打目でした。逆目がね、あの見た目ではわからないんですけど、片平美月さんのお話だと逆目がかなりきついと。ざっくりしないように強めに入れないとダメですと。 いうことだったんですけど、でも池が目の前に見えてる。スピン効かなかったら、はい、さようならです。池まで行っちゃう。で、これ4メーターオーバー近くで、なんとか止まってくれました。あの、ちゃんとスピンは効いたんですけど、全部下ってるのでね。いや、なんとか止まってくれました。で、これぶち込んだんだよね。この4メートル近いパーパット、ぶち込んでのナイスパーでした。はい、今日は5バーディー、5ボギー。 の言い分でしたね。まあ、あの、ジャンボ軍団の二人とは違って、ダブルボギーはなかったのが素晴らしい。良かったですね。ボギーは5つありましたけれどもね。で、スタッツ見てください。はい。まずまずなんじゃないかなっていう、まあ数字上ではありますけどね。でもね、あの、見た方分かったと思うんですけど、ドライバーショット良くなってるんですよ。ロッティン、 の時より、自信を取り戻してるなっていう、あのー、スイングになってるかなっていうのは、あの、見て分かったと思うんですよ。ずっとしぶこちゃんを応援してて、ずっとしぶこちゃんを見続けてる人は、スイング良くなってるの、多分分かったんじゃないかなと。ゴルフやらない方でもね。ゴルフの腕前は全然ダメだけど、でもしぶこちゃんずっと見てるっていう方はね、多分これ分かったと思います。ドライバーショットいいなと。ねえ。なので、 ちょっと期待できる感じかな。しかも、まあ前半バウンスバックバウンスバックできたでしょう。まあある程度渋子ちゃんもボギーは想定してましたと。ここのコースは。まあ想定内だと。ボギー来るのは仕方がないと。でももったいないパッドがあったのでそこは悔しいと言っておりました。やっぱり短いパッドとかを外してた。 あの、ワウワウの放送では映ら、映ってなかったところがあってね、パッドが決めきれなかったっていうところがすごく悔しかったと言っていましたね。下りのラインが全然ライン読めないと。なのによく踏ん張ったと思いますね。はい。今日はトップスタートだったから、明日の午後スタートに向けてゆっくり休めるので、ちょっとあの、休んでからね。 また、ショットの調整やパッドの練習して、明日に臨むんじゃないかなと思いますね。明日午後スタートです。風の影響とか、ちょっと天候が、渋子ちゃんにとって悪影響を及ぼさないのを願っております。で、今、ね、6時半です。6時半の状況で、今の段階の、あの、スコア、日本人選手のスコアはこんな感じになってます。はい。ナッサが、日本勢ではトップ。 3アンダーで13位タイと。他の選手たち、笹藤ゆかちゃん、最後まおちゃん、しぶこちゃんはイーブン。で、勝みなみちゃんと稲見萌音ちゃんもまだプレイ中ですけどね。勝みなみちゃんは17番に、17番終わってるんで、あと18番か。で、イーブンですので。そんなに大きくは多分崩さないかな。でも18番だから難しいよ、ボギー打たないでね、という感じでしょうかね。で、吉田ゆりちゃんもまだ、あの、終わってませんけども、 ワンオーバーと。で、一番右見てください。この順位で終わってしまったら、この順位で終わりますよと。しぶこちゃんがこの順位で終わってしまったら63位です。ねえ、モネちゃんも104位で終わってしまいます。これは上げていかなきゃいけない。で、100位ギリギリで予選会出なくても済むかどうかっていう瀬戸際に立っている吉田ゆうりちゃんが103位と。これね、なんでかって言ったらね、今日、韓国のね、 チョン・ジウオンがトップだったんですよ。トップなんですよ、今のところね。シスアンダー出したんですよ。もうフィニッシュしてます。この子ね、98位なんですよ。いやー、この子が1位。マジかと。あとは、セリーヌ・ボルゲっていうね、ノルウェーの選手。この子99位なんですよ。この子が4アンダー出してるんですよ。いや、マジかと。 吉田ゆりちゃんの近くにいる選手たち、みんなスコア出してんだよね。マジかと。ちょっと頼むよと。なんかもう100位、こうなったらもう100位ギリギリでいいから、もうとにかく吉田ゆりちゃん、予選通過だけはしてくれと。いう、もう、もう、もう願うばかりですよね、本当にね。予選通過すればなんとかなると。モネちゃんもね。まあちょっとね、もう、 なんかもう他人頼みになっちゃうけどね、他の人のこうプレイ頼みになってしまいますけどね。まあ自分でできることを精一杯一台一だ頑張るしかないのでね。もう皆さんもみんなの声援が必要なのでね、ぜひ応援してあげてほしいなと思います。それでは会社に行ってまいります。このチャンネルではこうしたプロの試合の解説の他にもね、いろいろな動画をアップしています。このチャンネルのアイコン、 侍が100を切っているアイコンがありますけど、このアイコンをクリックすると、本の見出しみたいにね、いろんなテーマの動画をまとめてありますので、試合の解説以外には、他にも、まあ、100切りを目指す方の参考になるレッスン動画などを実際に自分で試した動画とかね、話のネタになる豆知識とかね、ランキングとか、まあ、他のツアーなんかもやってますのでね、解説。そういったのもありますので、よかったら見ていってください。 まあ時間ないから後で見るよっていう方はね、とりあえずチャンネル登録だけしておいて後で見ていただければと思いますのでね、チャンネル登録っていう下のボタンをね、クリックしておいてください。ではまた。